はい、お待たせしました。次のゲームがですね、準備ができてまして、牧場物語ですね。牧場物語コロボックルステーションというゲームが次なります。こちらのゲームの方はですね、先ほどのスパイダーマンと違って解説の方来られております。椎茸さんです。お願いします。あ、しいたけです。おはようございます。はい、では、ゲームの自己紹介とゲームの説明の方お願いします。しいたけです。一般ゲームプレイヤーです。よろしくお願いします。ちょいちょいジャパニーズリストリームやってたんですよ。多分今年初です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ゲームの説明なんですけど、コロボックルステーション、牧場物語コロボックルステーションは、2005年くらいに PS で出た牧場物語シリーズ11作目ですね。はい。で、それくらいですね、簡易的なこと言うと。まあ、それ以外の説明すると、一応、牧場物語ゲームボーアドバンスのミネラルタウンの仲間たちとの連動要素があったりします。で、設定的な話をすると、あ、まあ、いや、まあ、そもそもコロボックルってなんだよって思う人は、まあ、なんか妖精みたいなもんですね、コロボックルって。ゲーム内に登場する。それ全部101匹いるらしいですね。はい。まあ、小人通貨。まあ、そのまんまですね、コロボックルっていう元になった。あとはなんか説明することあります？まあ、カテゴリーは後で説明するんですけど。まあ、牧場物語シリーズとしてコロボックルステーションはどんな作品かって言ったら、なんかめちゃくちゃやり込み要素ある作品ですね。まあ、詳しくは調べてください。あとバグが多いですね。はい。で、アーツパーセントって何かっていうと、まあ、俺もよくわかりませんでした。まあ、ゲームと全部通貨、何するかって言ったら、コロボック20人助けるみたいな感じでした、パッと見。それで、なんか、コロボックルステーションって名前の通り、ステーションなんで、コロボックルがやってる放送局があるんですよ。それの中に20人助けると解禁されるっていうのがあるんで、それを解禁するまでの RPG やと思います、パッと。Hello, this is 動画見た Leon, 感じand は。this video is about what happens は if い。you start はい。riding a horse that is hostile to そ Elon. れくらいですね。You can control the horse in two different そうで ways すin ね。this コロボッ game. クルってあれです The ね。less common method 北海 is 道の jumping on 妖your 精み horse たいな。from above. はいはいはい。Jumping on the 小人 horse の生 has き such a 物です slow ね。animation that Aloy has time to damage and 水木turn the しげる horse の妖怪辞hostile 典とかにも before 名前 she が出てくる lands ん on で、it. 一種の妖怪なのかもしれないですけど、まあ、ちっちゃい小人、Normally, そうで Aloy すね、アイ can't ヌの get 妖精 stuck です。on top of the hostile horse. But if you also まあ、牧 shock it 場 in the なんでね、process, 北海道と Aloy's も結構つ animation ながりがあ glitches るの out かないand の she かよendsくわ up かんないですけど。floating above the horse in a somewhat はいはい meditative はい、looking なるほど。pose. あ、チャットの方でアースパーセントはアースという名のハーベストスプライトをアンロックすることが目標となっており、これを合計20 Aloy's 個のハーベストスプライトをアンロックすることによって summon 達成されますので、 horse to fight やっぱ off り20 the hostile. 匹達成、20匹か助けて、コロボックルを解禁することが目標であってるっぽいですね。ありがとうございます。そうそう、向こうってハーベストスプライトって言うんですよ、コロ Now, ボックルのこ enjoy と。this completely random bonus bug な that る I ほ got ど、while ハーベストスプ recording. ライトってコロボック Aloy ルのこ is となんです unable ね。to land なんだかんだ properly, 言ってます and ね。so あ、she そうです、テルスで合っ continually てますね。falling against this pile of rocks. あと、スピードラン .com はとこのゲームって英語版と日本語版でカテゴリー分けされてて、多分、英語版使うと思います。それから、今回プレイするフロックボイスさんはエミュレーターでプレイしてたんで、多分エミュレーターでプレイすると思います。っていうか、テルス救出でって、20匹でテルスが救出できるって知ってるってことは、俺より詳しい人なんじゃないですか。よかったらやりませんか。このゲーム、昔プレイしただけで RTA とか全く知識ないんで、よろしくお願いします。途中なんですけど、バグ多いのはいろいろ知ってるんですけど、途中で
金ないのにアイテム99個買うシーンがあって、あれそんなバグあったっけなってなったんで、よろしければ そういうバグがあるよってことしたらよろしくお願いします。あ、来ましたね画面。あれハーベストムーン DS、 向こうとハーベストムーン DS なんですね。そうですね、ゲームのタイトルハーベストムーン DS ってなってますね。コロボックルステーションじゃないんですね。そうですね、まあハーベストスプライトってことなんで、まあムーンは何なのか分かんないですけどね。あ、まあまあ、もともと牧場物語ってハーベストムーンってタイトルなんで、向こうは。なるほど、 DS 版のハーベストムーンってことですね。はい、あとは、まあ、コロボックルステーションはバグ多いって言ったんですけど、やり込み要素もバカみたいにあるんで、このゲーム。鉱山があるんですよ、シリーズ恒例の。で、その鉱山が、難易度によって10回、100回、1000回とかで、一番上がもう FFFF の 65,536、5? みたいな感じになってますね。はいはい。あ、そうですね。コロボックル。作物もちょっと調べたら、作物にレベルがありまして、レベルが上がるごとに二乗されていくみたいな感じなんで、レベル1と最大レベル100で、一番倍も違うってのが書いてありましたね。で、タイマースタートのタイミングが多分ニューゲーム、つか、ゲーム始めた瞬間で、終わったら助けた瞬間ですね。そのさっき言った20人。20人助けて出てくるコロボックルを。あ、始まりましたね。グッドラック。はい、グッドラックです。名前 N ですね。多分。N っていう、まあ、一文字だから、テキストの量を考えて一文字になってますね。なんか I とか M とか入れてますね。まあまあ。NIMO って入れましたね。適当すらんか。で、これは、ストーリーの説明いります？まあ、その、あれば。まあ、一応、しとくと、この今、左にいる緑の女神様と、右にいる金髪の魔女様っていうのが、ドンパチやって、で、そのせいで、魔女様が女神様とそのコロボックルを一回送りしたってとこから、ストーリーが始まるはずですね。ああ、はい。で、あとは、ああ、やっぱ、いかよくいい。女神様は石にされるだけだっけな。あってたら、いかよくいっぽくで、いかに行っていいかいとか言っちゃってきてます。あとは、説明しなかったんですけど、これ、牧場物語、コロボックルステーションってやつと、あと、女版の、フォーガールズっていうのがありまして、女主人公ですね、そっちは。一部バグが修正されたりしてますね。で、まあ、女主人公ってことで、男と結婚したりできるようになってます。まず、あ、言われた。ウィッチ。ああ、コロボックルが送られた。なんてこった。はい。まあ、それ以外は。で、ドンパチやってると主人公見られて。一応、女版のやつは、冒頭が変わってますね。こんな感じで。魔女と女神がドンパチやってるって冒頭ではなくなってます。確かに。調べたら。はい。いる。で、主人公はなんかよくわかんないけど、牧場に来た感じですね。なんで来たかはよくわかんないです。はい。あ、突っ込まれた。で、ここがコロボックルステーションですね。はいはい。ああ、やっぱ、
有識者いらっしゃいらっしゃいませんチャットに女版だと主人公がハイラス優勢女神様飛ばされますっていらっしゃいませガッツええー、一応この冒頭で3人くらいコロボックルがもう助かるんだっけなあの参考動画見てたらもうスプリットにプロローグ3みたいなこと書いてあったんでリルントあ、わかんないっすどうやってあれでいいなこれがコロボックルステーションのまあ、チャンネルやってるアナウンサー的なやつですねこのアフロがまあ、8チャンネルって書いてあったよね全部で9チャンネルあれ9種類チャンネルありますね9ちゃんまでフジテレビもしかしたらフジテレビかもしれない今のまあ魔女様は結婚条件が厳しいって書いてあったんで俺もよく結婚はしたことないです女神も結婚条件厳しいんですよ結婚したことないですでこれ今これ主人公の家ですね、後ろにある丸い屋根のところが。あれ、何もすることないんで、寝て。で、こっから多分本格的にゲーム始まりますね。寝てますね。開幕何日か寝て、多分コロボックル解放するはずですね、これで。まあ別に、ゲーム、今回目的がコロボックル20人助けるなんで、まともに納入をする必要はないんで、コロボックルの解放条件なんですが、いろいろありまして、なんか作物を何個出荷するとか、あの、鉱山でどんかいまで潜り込んだとか、動物を何回なれるとか、いろいろありますね。で、これ何ネイティング。まあ、パンも作ってますね。リスデータなんでこれはセーブロードしてんだ気のせいか気のせいじゃないで一応バカみたいに寝てるんですよ1週間経ったあこれトーマスっていうあの主人公がいる町の市長らしいですねで今のとこなんですけどあの選択肢適当に選ぶとゲームオーバーになりますこれ水辺調べたらコロボックルが出てくるんだっけな確か、これ今 4匹目あーまだいいじゃんゲームオーバーツーリー犬をけしかけて殺すってよりは、あの、犬に追われてるのを見殺しにするみたいな感じですよ、確か。結構、こういうゲーム、80% はそれですよ。やっぱ、有識者いるな。これも雑草何個拾うとかあったら、雑草じゃねえ、あれ。花とかの何個拾うみたいな。まあ、逆に言えば確かそれ以外にこのゲームゲームオーバー条件ないんで、この多分花何個拾うっていうのがコロボックの条件なんじゃないでしょうか。あ、なんか出てきた。焼却炉で。これも、調べたら出てくる系のコロボックですね、こいつ。ちなみに、どのコロボックが、どんな能力あるかとか全部当たりました。一応、コロボックなんですけど、何に、助けた種類によっていろいろ変わるんですよね。あの、畑のアシストしてくれるコロボックルとか、カジノ運営にかかるコロボックルとかいろいろいたり。まあ、今回最後、20人目の、まあ、テルス、20人救出する出てくるテルスっていうのは、あの、コロボックルステーションの放送局のコロボックルですね。カジノ運営があるんですか？はい。あ、カジノは、あれは、バグあっていいですよ、あれは。
一瞬でコインが貯まるっていう凶悪なバグあるんで。牧場物語ですよね。あ、そんなのもあるんですね。100レ毒するだけ入れるとゲームオーバー。はいはいはい。詳しいな。牧場物語。牧場物語ですよ。まあでも牧場物語基本的に牧場運営しないで金稼ぐゲームなんで最終的に。いや実際はね牧場でもね、はい、全然生活みんなしていけると思うんですけどね。現実ただ牧場に住んでるだけなんで。あ、住んでる場所の話なんですね、牧場も。そうですね、多分。なるほど。牧場に何かするゲームではない。はい。なるほど。まあでも、この作品に関しては、その、作物レベルがありまして、さっきもちらっとチャットで、毒するだけレベル100とか言ってたんですけど、レベル上がるとどんどん、倍々になってくるゲームなんで、最終的に100倍なんで、最終的に1万倍ですね、レベル1とレベル100の差で。まあただそのレベル上げるのバカみたいに朗読言うんですけど。なんか今、下画面の方でマップ見てるみたいな感じでやってて今。ああ、主人公が、当選歩してる。一人水かきてる。あれ、一人水かきてもコロボック入れてくるんだっけ。一応このコロボック101匹いるんですけど、それぞれ条件決まってるんで、多分初見通過、攻略情報なしで、全部解放は厳しいんじゃないでしょうか、このゲーム。あとは、そうですね。あの、道端に落ちてるものを拾ったりするだけでも、この主人公体力消費するんで、体力消費するがなくなって疲労度が100とかになると、強制送還みたいな家になったと思います。で、一応コロボックルなんですけど、色で、あのがつきますね、判断が。水だったらなんか水系とか。はいはいはい。お、これ今、これ商人ですか？お店出てね、ここ。やっぱ許しちゃいますね。コロボックル、ここにやると出てくるって人、知ってる人は。これ、ここ多分バグ技使って、牛乳最初1個買って、買わないか？その前に物売って、金策です。で、これ牛乳カンストするまで買いますね。確か。セーブして。まあ、牛乳1個100、500なんでカンストする量買えないんですよね、本当は。え、ほうれい線今99個買いました。で、牛乳99個売って、あの、金額でこう。これ、はい。このバグよくわかんなかったんですよ、俺。聞いたことがあったんで。英語版限定なんですか、それとも俺が知らない、世間知らずだけですかね、これは。99個、あの、お金がないのに99個買うのは。一応、バグがあれっつったんですけど、これは、通常プレイってわけじゃないですけど、あの、無限出荷できるバグとかありますね。あ、これ今、電話で使って、遠くの場所から、あれっすね、通信販売みたいなやつですね、これは。日本語版でもできた気がするって言ってるんで。やっぱ俺が知らなかった技術で。一応このカレンとかってやつはあれですね。最初の方にチラッと言ったミネラルタウンの仲間たちに出てくるキャラクターだったらしいですね。隣町のミネラルタウン。これ今主人公がいるとかそもそもミネラルタウンじゃなくて忘れ谷とかだっけとか場所らしいんで。ちょっと離れた場所ですね。今枯れ草バカみたいになってます。爆買いしてます、爆買い。まあ枯れ草っていうのはあれですね。畜産するときに必要、まあ餌になる牛とかの餌になるもんですね。一応、これ僕の妖精なんですかね。あ、ワンダフルライフですか。ありがとうございます。やっぱ有識、超有識者です。超有識者。
で、これ、今普通に出荷してるけど、この出荷するときに、そのコロボックルステーションを開くと、無限に出荷できるみたいなバグもあるんですよ。何個出荷すると、出てくるコロボックルもいるんで。寝るのかな？あ、星草だ。あ、違う。顔にぶち込んでるだけだった。ちなみに今な、これ何体助けたか覚えてますか？これ覚えてないです。あれですよ。これが、なんか。高倉ってキャラクターで。馬もらえるんですよ、馬。馬なんですけど、移動速度上がります、使うと。いやー、でもそういうことですね。で、馬も、お前どうでもいいんだよ、とかにしてますよ、多分。高倉、女版だとこれ、名前は出たんですよ。あれでしたっけ？結婚候補でしたっけ、確か。なるほど。あ、覚えてないですよ。どうでしたっけ？だった気がする。あ、違う、あ、違うつ、あれだね。すいませんでした。有識者用意しますね。馬は移動速度上がってんで、単純に。あとは、馬何回ブラッシングすると、フォロボックできないです。多分今回やんないんでしょうか。手持ちにそのブラッシングアイテムないっぽいんで。くわ。あ、カジノ行きましたね、カジノ。カジノ。まあ、多分、なんもやんないはずです。ステーションで北海道で高倉っていう。なんか。これなんだっけな、なんかの装備品だっけな、確か。あ、出てきた。これは、テレスはそもそもなんちゃんだっけ。って書いてますね。今、テレスは3チャンですね。5チャンはまた別のやつですね。5チャンネル。はい。馬早いな。一応、このゲーム、今、馬で移動してるんですよ。確かテレポートできるアイテムありましたっけ？まあ、牧場なんで、テレポートできても不思議ではないんですけど。で、この、こっから出ようとすると、コロボックですね。主人公ここに隔離されてるって、隔離されてって、出ることはできないでしょ。一応男版だとミネラルターンのキャラクターと結婚するとミネラルターンにお引っ越しってすることで、出ることができるんですよ。その場合もゲームも終了しちゃうんで、やり込むんだったら結婚しない方がいいですね。悲しいことに。なんでこのゲームは、あれなんですかね。そろそろ倒れるか、体力的に。アイテム回収するだけで体力使うんですかね。多分これ、アイテムを回収しまくって、あ、ぴょんぴょん跳ねても、あれだっけな。あ、さすがにぴょんぴょん跳ねるだけは体力使わなかった記憶あるんですけど。これは、紫コロボックル。忘れました、効果は。あ、毒素食ってんですね、これ。はいはい。あー、アースパーセントは、なんか20匹、コロボックル20匹解放すると出てくるコロボックルを救出するまでの RTA ってにして多分大丈夫です。あ、なんか出てきた。なんで、特にエンディング目指すとかってわけではないですね。一応エンディングなら、コロボック60か61匹助けと、その女神様が復活するんで、それくらいもある。一応そこが一区切りみたいな。まあ、農民だから、やっぱ馬があれですね。あ、なんかバグらせてる。バグらせてるな、これ。
じゃあこれはただ曲を書いてるだけか。はいはいはい。これは何？またドアを塞いで何やってんだろう。あ、バー回転待ちなんですね。ありがとうございます。あ、いた。詳しい。バーで頼んでもコロボックル共有する来たさはず。これで、あ、ここタイマーストップじゃない。お疲れさん、ジージー。次。あ、これ海外版だと、終わりました、ね、海外版だとこいつアースって名前なんですね。GG ですね。だからアースパーセントらしいですね。なるほど。日本語版だとテルスって名前なんですよ。そういう理由です。あ、テラとアースなんかなんかわかんないけど。わかんないっす。アイムアースって言ってますね、確かに。別に地球云々とかじゃないですね、アースなんて。そうですね。まあ、お名前ですね。はい。チーレ、グッドゲーム。グッドゲームさん、ありがとうございます。ちょっと不思議な感じでしたけど。そうね。一応、あとは奏者を紹介すると、今この走ってるフログボイスさんが世界記録持ってたんですね。アースパーセットは。それ以外は忘れました。そうそう、この3を見ることが終わりましたね、はい、なんか終わりましたね。そうそう、この3ちゃん自体が、あの、コロボックル情報って書いてあるんで、コースとコロボックル救出できる的な情報、リアレしちゃっけ覚えてないんですけど、そうそう、コロボックルステーション情報し攻略サイト見ようと思ったら、多分、大多数がジオシティで作られていたはずなんで、なくなってんすよね、調べたら。ハーベストスプライトインフォって言ってますね。はいはいはい。やっぱコロボックの情報だそれ。あーってだ。あ、もう有識者の方にコロボックの情報で合ってるつもりだろう。バッチリですね。ねえ、皆さん詳しいですね。はい。はい。あかん。あとは。なんか飲んでる。あんな小瓶みたいな、取ってついた小瓶みたいなもんで。終わりました。Have you checked out speedrunstore.com yet? 100% of the proceeds during ESA summer will be donated to Save the Children, including the proceeds from the fabulous event hoodie. イベントでは8月7日から始まるレード RTA マラソンで、夏色ハイツクでやります。あと、RTA Japan Summer 2021でマリオテニスアドバンスやります。以上です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、失礼します。はい。はい、いつか落ちちゃっても。あ、大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、以上、コロボックルステーションでした。次のゲームに向けて、準備入りますが、司会交代します、お疲れ様でした。次、この後も楽しんでってください。では、次のゲームの準備入ります。お待ちください。